古井監督の福場からよっとです。こんにちは、今回大阪に来てます。南千葉の4丁目ですかね。大阪といえばね、古着屋さんもたくさんありますけれども、今回は着きました、こちらエーコーンさん。もうヴィンテージの物量がものすごいっていう、有名店です。まあ、今回はヴィンテージ、スペシャルヴィンテージに絞ってこちらのお店に行ってみようと思ってます。おお、これはスペシャルですね。22年モデル。後ろにいわゆる真珠バッグ。出た、はい。そこのラックはもうすべてリバースイブですね。すごい。両 A 面ですね。そうですね。はい。かっこいいですね。カバガレート。じゃあ早速エーコンさん入りたいと思います。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今回大阪の超有名店。エーコンさんにいきなり来させていただきました。いいいい、よろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いいたします。まずこの通りだけで店舗が3つあるんですよね。そうですね、今のところで言うと、エーコンと、ポストエーコンでディグストアナッツっていうこの3店舗で展開させていただいてて、新しくレディースの店もこのワンブロックの中にモーという店なんですけど、もうオープンして、まあ、合計4店舗やらせていただいてます。すごい物量のものすごいスーパーヴィンテージいっぱいあるっていう印象です。そうですね、まあ、おかげさまで本当私どもは仕入れが全部お買い取りでさせていただいてるんですけれども、逆に言うと買い付けとかはしないってことなんですか。そうですね、はい、そういう時代ですね。そうですね、今も実際日本の方がヴィンテージがあると言われてる時代なので、だからもうこのように本当に古着大国日本だから成立するビジネスモデルですよね。そうですね、はい、お客さんがここに持ち込んで、はい、これだけの量が常に集まるってことなんですか。そうですね、はい、おかげさまで。でもやっぱこう古着が集まる大阪のこの街だからこそっていうのもあるんですかね。そうですね、土地柄っていうのはあるかもしれないですね、はい、まずこの入り口、はい、これはおすすめ商品がまず。そうですね、はい、まあ、弊店の主力のアイテムがデニムのアイテムに、うん、はい、なりますので、まあ、ヴィンテージの、70505、いわゆるフォースタイプ、リーバイスですね、の、ビッグ E って言われるモデルになりますね。あ、でここにあるデニムがこれがもう、そうですね、この上が、基本的に557っていういわゆるサードモデルですね、うん、この辺りまでがもう557すべてで、あとリーとかラングラーの古いものも一部取り扱ってるっていう形ですね、はい、でこの下の方がすべて70505のビッグ E。 あ、全部ビッグ E なんですか。全部ビッグ E です、はい、うわすごいな、すごいな、もうこんな量集まるんだ。そうですね、はい、みんな売りに来るんですね。例えば、このビッグ E の70505、はいはい、で、まあ、結構濃いめの結構綺麗なもので、プライスが59,800円タックス。おお、はい、はい、で65,780円という形でやらせていただいてますね。そっか、ビッグ E でこのぐらいのお値段か。そうですね、はい、状態もいいし、こういうレアなものもね、ジョーダン。そうですね、ファーストですかね。85年のオリジナルです。オリジナル、はい、なるほど。でここからはミリタリーコーナーになっていく感じか。そうですね、ここに関してで言うと M65、M51 っていう、はい、うん、あとはこのファティーグのパンツだとか、うん、あとベイカーパンツですね、うん、はいはいはい、これもサイズとコンディションを選んで、まあ、できるだけ綺麗でサイズのいいものを中心に出させていただいてます。お部屋系もここに集まってる感じですね。そうですね、はい。ペンドルトン、ペンドルトンもやっぱ人気ですよね、相変わらず。そうですね、はい、うん、ここら辺はやっぱもう常に相場も動いてるから、24,800円タックスですね。ね、はい。まあ、でも年代にもよりますよね。そうですね。で、これに関してはちょっとデッドストックに近いコンディションになってくるので、うん、はい、うん、まあ、コンディションのいいものはある程度つけるかという形です。これだけの物量から本当に選べるっていうのがいいよな。ちゃんといいものを見比べられるっていうのが。すごいことですね。あのエッシャーとかだと、これエッシャーはおいくらぐらいですか。エッシャーは19,800円高いです。あ、そうなんだ、はい、安くないですか。これぐらいのプライスでさせていただいてますね、はい、状態もそんなに悪くなさそうですね。そうですね、はい、ちょっと、まあ、場所によってダメージあるぐらいか。でも、へえ、ここら辺は
リバースウィーブですか、こう、はい、皆さん大好きな、はい、としてあれですか、 こっちもリバースウィーブですかね。あ、そうですね、ここのラックはもう全てリバースウィーブですね。すごい、この量ってなかなかないですね。なかなかないですね、はい。ここら辺はもうスペシャルですよね。はい、スペシャルです。これリバースですね。はい、叩きタグの60年代のものですね。はい、このいわゆるバックが特徴的な、はいはい、USAFA の、いやこれはもう、はい、王道のかっこよさありますね。そうですね、はい、これもミリタリーですか、オールアーミー。そうですね、ミリタリーですね。色がなんかいいの、ちょっと珍しい色なんだこれ。色ですね、あ、しかもなんか目幅かなり大きめのやつですね。そうですね、はい、なんか初めて見る感じだな。いわゆる単色タグの、はい、L です。これもリバースですか。リバースです、はい。レアなパターンのプリンストーンですね、はい。なんか色がポップですね、これは。そうですね、ここがオレンジで、でもリブはストライプになってる、はい。こういうスウェットも好きです。可愛いですよね、これは何年ぐらいのやつなんですか。1960年代ぐらいのものになると思います。60年代か、はい。こっちは逆にリバースじゃないコーナーですか。あ、そうですね、はい。わあ、やっぱリバースじゃないこっちのスウェットもどんどん人気高くなってる感じですか。最近は、はい、かなりこちら側のいわゆるヴィンテージスウェットもご好評いただいております。わあ、すごい。こんな感じですね。ここら辺なんかも高いんじゃないですか。そうですね、はい。こういうのも染み込みとか、もう全然こうリバースに比べて遜色ないデザインのものっていっぱいありますよ。こういうのもね、こういうミリタリーものもいいよな。皆さんはどういう古着が好きなんですか。僕個人で言うと、そうですね、こういった50年代のレイオンシャツみたいなものは、はい、個人的にはよく着ているアイテムにはなっています。あ、そうなんですね、はい。いや、50年代やっぱいいですよね。そうですね、はい。ティースならではのなんかデザインとか色がありますよね、うん、そうですね。単色のレイオンシャツとか、はいはい、まあ、これはデッドストックになってくるんですけれども。ですね、はい。やっぱでもこの50年代ならではのこの丸ポケっていうんですか、なんていうんだろう、このちょっと丸い、はいはい、フラップもつくポケットですかね、はい、はい、と思います。ここはどういうコーナーですか。ここはもう最近新しく新入荷で出したものとか、うん、まあを中心に出してるようなミックスラックですね、うん、いきなりちょっとトップピースになってくるんですけど、ね、わー、はい、プリズナーですね。プリズナーです、はい。でかいですね。そうですね、おぉ、ピンチバックのつく古いタイプですね、はい。他で言うと、例えばこのリバイス のいわゆる70505タイプ の、はい、コーデュロイジャケットで、はい、ボディの色が黒、ね、コーデュロイだ。これもちょっと珍しいですね。そうですね、この黒っていう色が結構珍しくって、はい、で背中に大きい、こう、はいはい、これがいいですね、はい。渋いですね、これは。かっこいいですね。やっぱこのバックプリント、背面がそこですね、はい。これも 50s のシャツですよね。そうですね、はい。おお、とみも50年代って分かるものは結構多いですよね。多いですね、はい。年代ってなんかちょっと宇宙っぽいデザインのものも多かったりとか、あったりしますね、はい。なんか不思議な年代ですよね、その50年代って。そうですね、まあアメリカ全体がこう浮かれてたような時代になってくるんじゃないかなと。これも50年代ぐらいのアイテムになります、ね。ああ、メルだからいいですね、はい、この着心地がいいですね。ちょっとコットン特有の柔らかいような生地感ですね、うん、柔らかいですね、はい。こなし方次第かもしれないな。そうですね、まあ、派手ですけどこういうの好きです。そういう、はい、やっぱ50年代って言ったらこれ、このそうですね、ありますよね、はい。いわゆるギャバジンジャケット。だからこの年代ってあれですよね、作りが結構丁寧ですよね。そうですね、どんどん新しくなるにつれてこう、うん、大量生産の時代になっていくので、うん、この頃までは丁寧なに作られているものがある程度多いのかなとは思いますね。カバガレート、すごいよな。上も全てバックルバックです。そうなんだ、はい。スタッフのマスミです。あ、マスミさん、はい、よろしくお願いします。ちょっとこちら、今エーコンさんをご紹介してもらったんですけど、こちらのお店のちょっとコンセプトなども伺ってもいいですか。エーコンとナッツのちょうど中間ぐらいの位置
やらしてもらっていて、まあ、最近古着好きになった方からクローズの方まで幅広く楽しんでいただけるかなと。このアディダスだけでもこんなに物量まずあるんですね。そうですね、人気でドイツ、西ドイツ時代のものから、そうですね、うん、多分フランスとかそこら辺の ATP とかですかね、ここら辺はラルフゾーンですか。あ、ラルフゾーン、ここのサンラックで、あーいいですね、こんなあんだ、おしゃれなやつ、はい、あ、こういうツートーンのスイングトップだったり、はいはい、まあ、いわゆるこうヴィンテージはヴィンテージだけども、これからこう値段がさらに上がっていくであろうみたいな、そういうジャンルを集めてるっていう感じですかね。多分シンプルに古着として面白いものだったりとか、うんうん、ここら辺である横乗りのカルチャー系で、あ、めっちゃ好きなジャンルなんですけど、あ、本当ですか、あります、パウエルとか、そうです、パウエル、あ、うわー、おー、パウエルのスウェット、これちょっと珍しくないですか、スウェットなんで、ね、スウェットでこっちが一応後ろなんですけど、はい、うわぁ、これいいなそうですね、出た、これなんか面白いですよ、これなんか誰かオーナーが書いたのかなちょっとコンプランス的に大丈夫いや、個人的にはめっちゃ好きですこれ古着らしい古着も置いてて、なるほど、そうです、ね、いいですね、これはもうまさしく一点ものですね、うん、はい、でこちらも系列のナッツさんですかね、はい、そうですね、はい、でこちらの店のコンセプトとしましては、できるだけロープライスで、物量が今多分6000から7000点ぐらいあるんですけれども、はい、奥かなり広がってますもんね、そうですね、はい、あのヴィンテージアイテムから、いわゆる90年代のレギュラーアイテム、うん、で本当にこういろんなものをたくさん置いてるっていう感じの店ですね。コインでもそんなに高くない値段で、はい、ここら辺を置かれてるってことなんですか。この店でいうと平均単価がもうほんと数千円の、はい、店舗になりますので、例えば、1970年代ぐらいのスウェットで5000円、はいはい、安い、70年代で、はい、先ほどおっしゃってたけども、ちょっと卸とかでも流してるぐらいっておっしゃってましたもんね。あ、そうですね、あのこの店舗自体にあの、うん、業者様に来ていただきますと、うん、卸したいよということもさせていただいておりますので、はい、カバガレート、これなんかもうスペシャルですよね、これすごいな、ね、デニム あのアーミーのプルオーバータイプですね、はい、はい、これはもうお高いでしょ、この状態、そうですね、はい、何十万、3、40ぐらいするんじゃないですか、どれぐらい、そうですね、あっても概ねそのあたりあ、出た出た、もうティーバッグの、そうですね、はい、 506WX かな、はい、あ、これどこなんですか、70年代のイーストウエストって言われるような、はい、イーストウエストレザー、そうですね、はい、これでもいいな、なんか割とド派手なあのデザインがある中でこれ結構ちょうどいいぐらいの、エアロスミスのスティーブン・タイラー着てるイメージが、あ、確かにそうですねこれ超スペシャルですね、超スペシャルですね、はい、うわ、色がもう最高だな、はい、色柄ももちろんそうですし、サイズ、コンディションとももう完璧に役の揃った1枚ですですね、はい、一応この、はい、あ、内側白ですか、はい、うわ、内側がこっちもいい、白のガントラになってます、これはめちゃくちゃいいじゃないですか、そうですね、両面両 A 面ですね、そうですね、はい、かっこいいですね、うわー、めちゃくちゃいい、刺繍も綺麗に残って、そうですね、本当にダメージもないというか相当綺麗です、うん、だいぶ大切に使ってたんだろうな、おそらくそうだと思いますね、はい、うわー、おお、出た、真っ白の、そうですね、白に白の刺繍です、ああ、和柄がしっかり、富士山のかな、そうですね、バックがガントラです、うわー、やばいやつ、これ本当こっちでも着たいな、こっちで着たら、これはこれでオールホワイトなんですね、オールホワイトですね、はい、こちらで39万8000円のプラスタックスになります、はい、わー、消費税で40万ちょいですね、そうですね、買いたいです、
買いたいです買いますとはちょっとまだ言えないんですけど、これはいいな、これ本当にありですね。何年代ぐらいですかこれで。1950年代くらいになるかな。これも50年代か、はい、いや欲しいな。両方切れるから、両方切れると思ったらもう半額みたいなもんですからね。 そうですね、はい、そして、まあ、栄光さんといったらやっぱりこの両方のデニムですよね。そうですね、はい。じゃあここでちょっとおすすめの最後スペシャルデニムをいくつか紹介していただいてもいいですか。はい、まあ、あのこちらに出させていただいているものが全て、はい、WX。 もう全部 WX ですか。全部 WX です。うわ、もういろんな色落ちのものが。そうですね、やっぱりいいですよ。ウエスト30、30、あ、いいサイズで32万。かでこうやってちょっとあえてリペアがいっぱい入ってるものも、まあ、このリペアも好き好きですからね。はい、もう本当にいわゆる一点物みたいな楽しみ方される方が多いですね。あ、これで28万。取れてるけど本来これ革パッチのものですね。1950年代初頭あたりになると思います。はい、うん、そこら辺も年代問わずいっぱい揃ってる感じですか。はい、今で言うと、1900、今一番ある古いもので言うと22年モデルから。あ、はい、あの22年から、はい、ちょっとそんな古いのもあるんですか。はい、ちょっとそれ見たいな。ぜひぜひ。今裏で取り出してもらってます。うわ、こちらですね。はいはい、これはすごい。おお、やっぱもう違いますね。そうですね、もうちょっとオーラがこれはもう違いがもう一目瞭然。いい色ですね、はい、このひげの入り方といい、これはスペシャルですね。22年モデルです。で、はい、後ろにいわゆる新地バッグ出た、はい、すごいじゃないですか。新地バッグ入って1922年。うわ、蜂の巣もこんなしっかり入って、うわこれたまらないな。もうこうちょっと火の打ちどころなしですね。そうですね、完璧だと思います。こちらです、600、はい、ですよね。657万8000円。はい、買えないです買えないですけど眼福だな。もう本当に最上級になるとこういうことですよね。そうですね、まだあるとはいはいはい、これはそっか、これはね見せとかないとダメですね。あったらこちらですね。これもデッドストックですね。デッドストックです。はい、いつの片面タブ。はい、1947年モデル、超人気ですよね。そうですね、はい、いわゆる対戦モデルの後ですね。はいはいはい、なので、まあ、あの基本的に今作られているジーンズの源流をたどっていくと、うん、ここがスタートになるっていう、はい、のもあって、やっぱりこうキングオブジーンズって言われることが多いものですね。はい、なるほど。このもうちょっと展示会、展覧会みたいな感じですよねすごいよな。上も全てバックルバック。そうなんだ、はい、これだけのスペシャルヴィンテージがこの日本にこんなに、はい、集まってるんだっていうことが改めて驚きですよ、はい、こんなにいいものが一箇所に揃うっていうのがこの日本のこの大阪っていう場所であるのがなんかすごい誇り高いですね、はい、ありがとうございます。今日は本当に素敵な取材をさせていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ぜひ皆さん栄光さん南千葉ですかね、はいはい、にありますので、系列含めて4店舗ここに集合してます、はい、ぜひ皆さん楽しみに行ってください。ぜひお待ちしております。